障害物未来の鑑定士発掘バトル変えてきた。こちらのコーナーでは外物に鑑定士の素質があるのかテストを実施します、はい、その回答を月子先生に100点満点で採点していただきます。電話占いのマヒナで絶大な人気を誇る鑑定士月子先生がマヨバカのご意見番を務めます。今月のカードはエンジェルオラクルカード2、天使からのメッセージです。今回の占いのテーマは友情運です。友情ですよ。対戦は宮崎ちゃんと竹本ちゃん。はい、はい、行ってみよう。どう、はい、おい、来たよ。さあ、竹本ちゃん、鑑定開始。いつも和のちょっと外にいることが多い、影になってるので、うん、ちょっと寂しいなみたいな、夕暮れ時で寂しいなって思ってるんですけど、円の真ん中に入っておしゃべりしてみたら、今まで友達じゃなかった人が仲良くなったりするかもしれないっていうカードです。そこまで結構当たってる。当たってる。お友達いないです。祭りなのに普段祭りじゃないんです。あ、そうか、芸人だった。先生、こいつはどういったカードでしょうか。あなたの人生の第何章かが終わるところですと、次の章に突入するところなんですね。ここから新たなお友達っていうの必ず出てきます。次、本当のあなたっていう形で生きていけますから。一番良かった今月。おごめんなさい、75点。いつもの平均。これでもこれ平均。他の人が良かった。弱友達いない理由。わあ、性格だ。さあ、どんなカード？鑑定開始。これ天使が何かを指さしてるんですよ。大事な友達を表してます。でこの大事な友達。これ大事にした方がいい。大事な多分この友達を。大事にした方がいい。はい。そこまで。これはですね、無理だと思っていること、その星なんてつかめないと思っているかもしれないけど、つかめるんですよっていう。なるほどね。なので、お友達と一緒になって頑張ったら、無理だと思っていることとか、あまりにも望みが高すぎるっていうことでも可能になるんですって。友達と一緒に夢を叶えていくっていうことをちょっと目標に置いてみると、さらに深い素晴らしい友情をつかめると思いますので。何点でしょう先生。58点です。58点。はい、ということで勝者